さあ皆さんお待たせいたしました。スーパーエキシビション関東 VS 関西再開していきたいと思います、うん、はい、では早速参りましょう。第4試合行いたいと思います。関東軍、関東の破壊神、カリンチェ選手。関西軍、関西の裏番長、オミタ選手。いきますか。早速お二人に一言いただきましょう。ではまず関東軍お願いいたします。そうですね、尾身藤さんとジョニー同キャラということで、まあ、普段あんまり見ることのない対決なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、皆さん期待できる、ような戦いしていきたいなと思います。はい、まあ、チームとしても今、2対1ですか。はい、負けている状況なのでぜひここは 2-2 に戻して大将戦に向けて頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では、はい、ここでね勝っちゃえばもう関西軍やっぱ決まったかなって感じですが、どうですか。どうもチンピラです。実はですね、今年エボ行くことになりまして、おで、まあここで勝ってエボ行くのに自信つけたいと思います。よろしくお願いします。はい、お前はエボへの踏み台だと、そういうことですね。はい、では、早速準備の方にお二方取り掛かっていただきたいと思います。はい、頑張ってください。さあ同キャラ対決ですか。そうですね、こちら。いや、もうここまで来たんですね。ジョニー同キャラなんですけども、はい、まあ、そのジョニー結構その牽制が、はい、長いキャラクターなので、うん、まあ、その中距離でお互いその差し合いが見れるんじゃないかなと。中距離での戦いが、はい、多くなってくるのよ、はい、と。あ、ただこの際見た目に反してですね、はい、どちらかというと、カリンチ選手の方が攻める、うん、逆にオミノ選手の方が守るタイプみたいなので、はい、同じキャラでもちょっとやっぱ戦い方がプレイヤーが違うわけですからね。結構その同じキャラ使ってても性格でプレースタイルが違ったりするので、それがどんな風に試合に影響してくるのかなと。さあ関東軍にはここで 2-2 に戻してもらって、番組的にもその方が盛り上がりますし、大将戦につないでほしいなという思いもありますけれどもね。まあでも、いや、そんな尾身藤選手気にせず、もうそうさせない気満々でしたし、エボへの踏み台になってしまうのか。この2人ですね、金西選手は、はい、まあ、ずっとそのシリーズ通して、うん、まあ、やっていたんですが、大本選手がそのレベレーターが稼働してからまた戻って、もともとプレーしていたんですけど、復帰ということで、そこからそうですね、帰りなさい、帰りなさい。さあ、もうびっくりとも笑わず、もう集中しているということでございますけれどもね。はい、まずはボタンチェックでございます。あ、もうあれ画面が出ているということは、はい、いけそうですね。もういけるんですかこれ。さあ続いて第4試合、カリンチュー VS オミト、盛り上がっていきましょう。さあワンピガの白いジョニーがオミト、そして声援のスタイルが変わりましたよ、ね、関西軍ちょっと一気に開幕、オミットジョニーのが攻めましたね。はい、ジョニーはこの下のテンションゲージの上にあるこのコインの回答があるんですが、す、ね、そのコインを箱にある枚数だけ投げれるんですよね。ほうほう、これは回復はしていったりするものなんですか。覚醒した技のソメジャーハートという技を当てれば2個回復します。当てれば、おっと、あ、ここはコンボにコインを混ぜつつ、この切りを重ねた後に、はい、この居合斬りのミストファイナーという技が
重なってしまうとそのミッドファイナルの部分がガード不能に。ガード不能、はい、ね、さあまずはワンラウンド、さあまずはカリンチェ、ね、さあチームで勝ちたいはもちろん同キャラ戦もやっぱりお互い勝ちたいでしょうね。移住の意味で2人ともそのアーケードで最高段位の更新という段位なので、はい、2人とも同キャラで最高段位までいっていると。うわ、本物は俺だと言わんばかりだった戦いに。さあ今度はカリンチェ選手が襲われて、うわ、今のはフォローが素晴らしすぎた。しかしここは空中投げからダウンを1コイン、それコインが当たるとそのイヤヒルのレベルが上がりまして、当てるとレベル 1,2,3 と3段階あって、その、まあ、当然3の方が強いわけです。コイン今当てた状態で3になると、あっという間に取り返して、そうで 1,1 ですね。レベルが上がると性能も変わったり、そうですね、相手のヒット効果が変わって、はい、まあ、そのコンボに使えたりしますね。技をパワーアップすることができる、はい、今のもその壁から跳ね返っていたんですけど、はい、そのレベルが1の状態だとあの強化ではないので、レベルが2だと大体そのコンボに行けますね。さあ、モミト選手が1ポイント近くなってきた、ね、これはバーストを使ってしまった。さあまずはオミドですね、1ポイント取りましたね、はい、さあしかしこの対決5先なのでまだ、はい、まだ分かりません。開幕オミドが NS から横にスト NS カウンター確認してナイハイスロー入れてくる。結構そのジョニーがその単発の技が多いので、その単発の技を確認した時にしてミストファイナルにつないだりとか、まあ、さっきのようにその確認して他の通常技につないだりと、判断力が試されそうですね。いやー、いきますね。ここは切りを出してコインコインに横ミスト。さあこれもなかなか早い展開の試合になっていってますけれども、カリンチ選手止めることができるのか。止めたいんですが、はい、さあ落として、いやー確認してる、うますぎる、すごいバーセット空中ミス、ミスマイナーでタイミング変えてくる。ここバースト構えて、あーっとマイケが入る、位置が入れ替わる、コインで対空、このままコンボ。わー、打てる回数は決まってるんですが、はい、やはりその分性能が高いので、うまく使っていきたいですね。さあレベルが上がって、この体力でチャンスはあるのか。キャンして、おーっと、ここは金スパイク。おー、そうですね、コインがなかったので無一問って言われてましたね。そうです、コメントでも無一問、そう無一問コインがないので無一問、まあでも勝って無一問でも勝ったと。そうですね、はい、いやー今のいいね、スカリに IK はかなりうまかったですね。足払いから一気にレベル3使ったところに投げを返す、しゃがみハイスラ乗っかられて画面端にスキャンテイクラッシュ。いやこの後のセットプレーをバックステップしている素晴らしいバックステップ、お互い様子見の間が一瞬生まれましたね、はい、この辺りもその先に押す人もいれば、まあ、そのまま我慢する人もいるので、あの辺は結構性格が出るポイントかなと思いますね。いや空中投げ、僕が空中投げ、投げて投げて地上投げを決めたのはカリンチュ、スパイで落としてシャメス、いやこれは引けるのか、落としてワンラウンド取り返せるのか、コインコインミスト、ここはバーサルですね、バースト使わせて、あ
相打ち怖いこれは。いやー崩して、いやもうまだ終わらない、まだ終わらない、入るかもうないか、果たして引き出して、方向確認から上段ミスト。さあ、ほぼ決めて、これで画面端に行くでしょう。選手が頭に半分、そうですね、持っていきましたね。あ、相打ち前投げ、これは切りを重ねて、ちょっとレベルが1だった。投手逆転か、そうですね、はい、さあ逆転で運んで、これはステッドレジャー、ちょっと難しい入力をするレジャーハンターですね。空中投げ、レベル上げて、モマキャン、どこまで減るんだこれは、どこまで行くのか、いや、ちょっと落として、まだ終わらない、これはガードして、最後はしゃがみす。バリンス選手ワンラウンド取って、これ1-1ですね。そうですね、さあここで取り返したいんですが、おっとバースト使ってしまいましたね。コイン当てて、ここはコイン当てたかったんですが、足払いからうわーっと受け身があるのは B ですね。これは違ってしまった。さあ TB を出して、ステトレジャー、この精度が非常に高いんですよね。ジャンプ DG、 ここからキリもう一丁いって、カリンチが取り返す。綺麗にこのラウンド綺麗に取り返していきましたね。ここはセコンドが入りましたね。セコンド、はい、まずは 2-1。 トレジャーハントというその相手の大事なものを盗んで、はい、自分 の, そのコインと同じ効果にする技があるんですけど、それちょっと特殊な入力をするとそのヒット効果が変わって、はい、まあ、普段コンボに行けないんですが、空中の相手にやられてる相手に当てると、はい、上から降ってくる、はい、やられてになるんですけど、それの精度がそのカリンチュー選手にめちゃくちゃ高いんですね。そこを注目したいですね。それが見れるのか、はい、ここはバースト対策している、レベルを上げて、これはガードしている、割り込みはしっかり対策していた。さあここからオミトのターン、いやガードして、空中投げ、レベル3にして、ジャンプ S が入る。さあオミトがまたの一歩リード。さあここから DD、 ここでバースト、後ろから空中投げ、これで画面端、おーダブルハップ、これが非常に、いやーまた久しぶりに出ましたね、パーフェクト。オミト選手これはもう関西軍からも拍手が起きる。そうですね、はい、チームメイトもにっこりですね。にっこり、すごい。カリンチュ選手もね、はい、途中乗ってきてたんですけどね。そう、そうですね、1本目見事に取り返したんですけれども、これはレベルが3になる、レベル2ミスと食らった後にバースト。さあこの距離でもお互い牽制が打てますからね。いやーオミトジョニー強いですね。スカリにミストファイナー、上段ミスト、これはいや落としきれないぞ。さあチャンスは来るのか、カリンチュ、いやー出し投げ、ステップ投げ、ゴマキャン、切りを重ねて、これは当たっている。さあターンが入れ替わるぞ。この後は切りを出して固めて、やっと逃げ切る。さあミストファイナーを見せつつ差し合っている。ここはファーストこれがどうしてステップ投げ
硬い、投げさせない、やはりこの硬さが不利ですね、コミットジョニー。さあコインの下を前蹴りくぐっていく、キンエス、コインキンエス、ここはバースト、あっとレベルが上がったぞ、白輪がめちゃくちゃ速い、帰還して両者帰還して、ここは下がるか、前捨て前捨て、グイグイ前に来ますね、白輪して、これは、これはデッドレジャー、あ、それが俺の名だ、いやオミット選手乗ってる、ね、いやこれ関東軍もかなり厳しい表情してますね今。さあ4対1で迎えたわけですが、どうなってしまうのか、あとはないですね。コメントではカリンチュがこんなにっていう驚いている人もいらっしゃいますね。さあミストを当てたんですが、攻めたいところに足払いから今度食らってしまう、いやー、インエスミストがバーストギリギリ当たって、オーミストがいい、何もしないからの投げ当たっちゃう、一気に運びますね、うわー、さあさらに投げて、ここから切り、ギャン、これは打って出る、切り返したぞ、位置を入れ替えて、カウンター人、はい、しかし、これは3枚使って落として、亀足、これは危険しているので、ガーヤ、危険に返して投げてくる、今の判断はかなりヤバいですね、ダメージを取りに来る、ポイポイ、ここまで来たらまずは1ラウンド取りたいが、ね、あー踏ん張る、はい、すごい、見とどまっておりますね。さあ、さあしゃがめ確認して、コンボ、そのまま攻め系になっているか。これはでかいぞ。キース、ハイスラ、バック使って。ここからさあ抜けるのか、マリンスペース抜け、受け身狩りはちょっと迷ってしまったか、ステップ投げ、バット使って、これはステトレジャーの精度がめちゃくちゃ高い、ガリンチュ、これも輪が入って、まだ終わらないが、いや最後しゃがみて、取りましたね、はい、うん、さあ4対2と、あ、そういう4対2、はい、まだまだでも目当てがないですね、そうですね、ここから3本取らなければならないので、カリンチュかなり苦しいと思いますが、粘ってほしい、粘ってほしいですね、はい、さあ下をくぐりつつ前捨て投げます、サガード、さあ端に運んで、キャンから固め直し、しっかりガードして、いやー、立ち系が入ってしまった、さあ、スパイで落として、画面発進、食いつなげ、切りを出して、キャン、状況確認、強打ミスト、これ、細かく刻んで、ね、攻めさせなかった。ですね、このラウンド、ね、さあ、オミト選手にとっては最終ラウンド、結構その相手が飛んだところに対して、はい、その下をくぐりつつ状況を見て、はい、もう一回ステップして投げたり、そのまま打撃出したりと、そのあたりは非常にうまいですね、はい、飛びに対してうまく対処してますね、ギリを2回かけて、スパイから霧が重なるコイン、これは決まってしまった、オミトが決めてきた、勝利したのは関西軍、オミト強かったですね、いや強かったですね、はい、じゃあオミト選手にインタビューしますね、お答えいただきましょう、はい、まずはおめでとうございます、同キャラ対決ということでいろんな思いがあったかと思いますが、戦ってみていかがですか、
まあ、大阪で同キャラ戦全然やってなかったんで結構自信なかったんですけど、思ってたら動けてよかったです。あと海外勢の方にすごい支援というか、まあ、いろいろお話もらったおかげでエボ行けるようになったんで、エボ本戦も優勝目指し頑張りたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。頑張ってください。おめでとうございます。はい、お二方ともありがとうございました。はい、では席の方に。はい、いやー、まあ、ということでちょっとテロップの方を見てみると分かると思うんですけれども、はい、まあ、これにより先に3勝したのは関西軍ということにはなりましたけれども、はいはい、ここはしっかり大将戦もやって、そうですね、最後まで見守りたいと思います。行きましょう。はい、ではついにですけれども第5試合目最終戦となりました。はい、それでは両代表選手に来ていただきましょう。関東軍最強の暴君小川選手、では最終戦もしっかりと試合前に一言、はい、いただきましょう。ではまず先に関東軍代表小澤選手、では小川選手失礼いたしました小川選手一言いただいてよろしいでしょうか。はい、最終戦になりました。まあ、僕は僕のギルティギアをただやるだけなので、まあ、それがどういう結果になるか分かりませんけれど、まあ、来たるべきでかい大会に向けての大事な一戦になると思いますので、ぜひご視聴ください。お願いします。ハキハキと素晴らしいコメントありがとうございます。では、はい、最終戦になりましたが緊張してますか。してます。してる中でどんな戦いを見せてくれますか。小川さんとはいいですか。ごめんなさい小川さんとは、まあ、昔から、まあ、大きな大会でどっかでやりたいねやりたいねって言ってて、で、まあ、なかなかその機会があれ巡ってこなかったんですけど、今日こういう場でやらせていただけるのはだから個人的にはすごい嬉しいですね。はい、ずっとやりたかった相手なんで。あとは正樹さんさっき握手していただいてありがとうございました地元帰って友達にめちゃくちゃ自慢します。めちゃくジャムは使います。はい頑張ります。ドグラさんリハより喋りすぎじゃないですか本当に。まあお二方最後までいい試合を期待しておりますんで、お握手決めてこの二人ノリノリである。では早速準備の方にお願いいたします。頑張ってください。はい、いやー、大将戦どんな戦いが見れますでしょうか。はい、いや最後までこれいい試合見れそうですね。そうですね、はい、実際この2人が、はい、俺は多分特設シーンとその座頭でやってるのは見たことない。その大会とかこういう放送とかではそうですね、ほとんど見たことないので、そうなんですね、ちょっと楽しみですね。しかもまず5先なわけですよね、うん、これが。そうですね、なんかインタビューしてて、はい、ああいう写真撮るのが好きなんだなっていうのが分かりましたね慣れてる感がありますね、うん、この2人小川さん結構さコメント真面目ですからね。そうですね、しっかりとした営業かかってますよね、はい、結構その2人とも大会強いので、あ、まあまあ経験も当たってそうなんですけど、はい、意外とあ大会ではそういう場面が少ない。そうですね、そうなんですね。おっしゃってましたもんね、あまりこういうところではって。そうですね、まずはチェックしていただいて、はい、まあ、その小川選手といえば、はい、もうギルティギアといえばもう僕でもこの2人は名前は、はい、もう一番最初に多分名前が上がる知名度が高いプレイヤーですね。
この独特のオーラを、はい、オーラもあるんですが、プレーが本当に正確ですね。他の方々よりまた経験値がさらに、そうですね、やっぱりその自分のキャラ、もうそのこのザトウというキャラが、はい、そのセットプレーがすごい強いキャラなので、うん、まあ、そこをすごく研究していて、まあ、さらにそのディフェンス力もかなり高い方ですね、はい、逆にその、まあ、関西のギルティープレーヤーといえば、まあ、確かにそうですね、はい、小倉さんも上がるんですが、まあ、キャラクター結構いろいろ触る方なので、まあ、今回イグザードになってからシーンに落ち着いたんですけども、これ上園さん的にはどう今、そうですね、ゲームを分かっている方からの意見をちょっと、この2人の対決として小崎という、どうだろうな、はい、悩んでしまう、いやかなり悩む想像がつかないと言っていいぐらいの、まあ、このニコニコ本社が全開してしまうかもしれないぐらい凄まじい試合になるんじゃないかな気を解放してしまって、はい、そうですね、倒壊する恐れがあるかもしれませんが、はい、まあ、天下分け目ですからそれぐらいいい試合が見れるということで、はい、さあ、そうですね、ゲーム画面に切り替わったということはもう準備が整ったということですね。はい、それでは、はい、第5試合大将戦、関東軍代表小川、関西軍代表道具だ、皆さん盛り上がっていきましょう。はい、その序盤の試合展開見て、はい、やはりなんだろうな、展開が一方的になるんじゃないかなと思いますね。さあ、決勝も演出は飛ばさず、ドー君とまで言われてますかね。さあ、小川のここからセットプレーですね。この分身を使ったセットプレーが非常に強力で、はい、まあ、本体とは別に操作しなければならないんですが、そうですね、勝手に動いてくれるわけではないです、ね、そうですね、分身をうまく使って、その本体と分身の同時攻撃をかなり強烈な盾を仕掛けるキャラクターですね。さあ、そしてこれがシーンですね。バックステップを潰して、これはゲージもあるぞ、これはでかい、ロマキャンからタメピーク、ピラが取っていく、まずは道倉選手、はい、まずは IU チェス。さあ、いきなりデンザータイム、ここは空中直線なのか、空中投げですね、IU チ、オーケーか、いや、そのまま置き攻めに移行する。多分その分身を攻撃されてしまうと、はいはい、このアイコンがバッテンがついて一定時間分身が出せなくなってしまうので、その状態の時にやはりそのシンガーは攻めたいかなということですね。さらにその分身の連携をその攻撃を使ってしまうと、このエディゲージが減ってしまうので、はい、まあ、そのどこまでうまく管理して戦うかっていうのが非常に重要です、ね、見るゲージがちょっと他のキャラより多く、そうですね、ですね、まあ、守る側も攻める側もちょっと多めに見なければならないですね。あと、その小川選手は分身の守りが非常にうまいんですよ、バースト。さあ、取り返したのは小川選手。さあ、小川が取ってこれで 1-1、 開幕スカイドリルを刺していく、ここから分身をフォークで消しつつ、その空中投げ、さらに置き攻めは裏タク、今度は表飛び上がり、ここ空中投げ逃がさない、崩して、これは決まるでしょう。はい、一本取ったのは関西軍代表小倉選手、小倉選手ですね。なあ、地面に潜ってる間って地面の中見えんの？アナウサギの巣の場所わかるか？さあ、すぐに再開はせず一呼吸、そうですね、置いて、ここに来て一呼吸置いて、いやー、最後ですからね、これが、はい、ただやはりその一回捕まってしまうと、その座頭側も切り返しが基本的にないので、そうですね、影が使えない状況でさらに追い込まれていると、そうですね、本当に忍ばなきゃいけないので、さあ、これは俳句攻撃、ブルは飛んで、ダウン落ちからそのまま崩しにいく、
金はスガードしたんですが、そのまま投げたのは小川、崩してここから横出すと収納してもう1回ですね。デッドアンゲル逆は投げをしっかり擦っている。タメブリッツ P から召喚補正を切ってくる。あの歯車のような攻撃をガードさせて、その最中にその本体がその浮遊から中段と下段の逆かけるときに来るんですね。シンプルなんですがかなり崩されてしまいます。今からそうですね、ここで飛んで下段。しかし小川が乗ってきてますね。今うわガラリどこだぞ。さあこれはガード選択、空中投げ、これは盤石、取り返しましたね、取り返しましたね。私は私をもって人に絶望、さすが大将戦です。はい、緊張感ありますね。私は君に負けるわけない。さあこれ1-1、さあ、という間に3試合目。はい、さあビークで文章消す、トンビ飛び上がりに対して空中投げ、さあ分身ゲージを回収して、これはとりあえず分身を消した。さあ浮遊を使って上から空中投げ、移動攻撃、ドリル、ここからジャンプエースで崩れてしまった。差し回し、いやかなり減ってますね。うわお早い。そしてまたパーフェクトが見れてしまった。パーフェクト通ってきましたね。これほどの強者同士の対決もパーフェクトって生まれるっていう状況があるんですよね。攻めがかなりやっぱりその強力な攻めを展開してくるので、上級者でもやるのをしのぐのはそんなに簡単ではないですね。切り返すのは一苦労ということですね。やはりそのダウンを取られてそのセットプレーされるまでにどれだけダメージを取られないかなと、やはりそこに関してはやはり小川がかなり一歩泳いでいるのかなと思います。そして話している隙にこの小川選手が2本目リットキシアン2本目取るのか。野村選手ここからあーっとこれこあの、はい、激しい攻めの中で、はい、あれ投げなんですよ、ええ、なのでその中段と下段を気にしすぎているとその分身の投げを食らってしまう。かなり気にするところ多すぎ。本体の駒投げもその分身の駒投げもあるんで、はい、両方投げやってくる。そうですね、駒投げ力どうなってんだ。すごそうだね。あの分身の攻撃出すときに、はい、そのボタンをホールドしてボタンを離したときに分身の攻撃が出るので、かなりその手元の操作は普通のキャラとはまた全然違うような操作テクが。さあ4試合目ブータイクビークで落として、やはりそのかなりその小川選手も長いことこのキャラ使っているので、その守りが本当にうまいですよね。さあここはドグラはボスを選択、ロマキャンドリルドリルからあーっと引っ掛けたぞ。肉を食べてここでなんとかしたい。 B カウントバースト、サイドホーキーを潰させて、ここは空中投げ、うわよくあんな一瞬で投げに行こうと。いや判断が早いっすね。クタク開幕ドグラが読み勝つ。さあここから置き攻めは、いや直外するこんなとこ投げてくる。あそこの空投げは投げてくるとなかなかできないっすよ。飛び上がり、いやっぱ位置が入れ替わる、橋で捕まるとこの状況ですね。さあデッドアンゲルをしっかり対応、バースト、
今のコマ投げなんですがちょっと怖かったですね。ほうほうほう。さあドリルダメージダウンを奪って分身を消させてダメージ計算がまたストレートで1本取ってパーフェクトですね。今のはもう分身をあえて消させて、はい、そこにその硬直中に勝手に取ってって感じですね。技振らせて私は君に負けるわけにはいけない。3対1で今3対1ですね。小川選手がリードしております。小川さん頑張ってね。ここ流れが変わるんじゃないでしょうか。声援効果発動あんのか。さあ開幕ドグラバーストを使わせましたね。さあしかし受け身狩りのしゃがみハイスラからこのダメージ、超ドリル当たる受け身からトップ詰める。そうですね、結構その分身と本体の同時動きが通ってしまうと、はい、結構火力が出るので、まあ両方の攻撃が、そうですね。さあ空中投げ、もう何回投げるんだこの男はみたいな。逃がさないですね、上飛んで逃げようとしたりとか、上から降ってくるところをうまく投げて切り返してるところを全部切り返してるみたいな。それ分身を殴ってしまうと、はい、その一瞬硬直ができてしまうので、そこに発表をもらってしまう、はい、強いですね、しまうので簡単には潰せないですよね。潰して出させないようにしたいけれども安易に潰しに行くと隙を突かれる。そうですね、なのでやはりその安全に逃げたい、はい、上を選択してしまうと逆に空中投げされてしまうっていう、いろんなところにじゃんけんが設置されていて、そうですね、やばい。さあ画面端ジャンプ S で崩して、さあ収納から最小間ドリル重ねて、いやガード、いやー小田選手ガード硬いんですが、これはまだ終わらない。いやー、うわー今分かんなかった。パーフェクト、ここに来てまたパーフェクト、マジか。いや、あんなのずっとガードすることできるんですかね。かなり厳しいですね。小倉さんも結構な長い時間ガードできてましたけども、はい、しかもガードしてるところやっぱコマンド投げもちらついてしまうので、そうなるとその投げ来るかなと思って植えた瞬間に打撃が通ってしまったりとかもするので、はい、投げがあったりもするんですと。そうですね、単純な打撃だけなら結構しのげるんですが、はい、やはり他のタグもあるのでかなり厳しいですね。さあこれが最後の試合となってしまうのか。そうですね、ここからフェニックスですからね、はい、おということはここからはそうはさせんよと、さあ肉を食べて褒めとても不死を見せていけと。そうですね、この指導結構でかいですよ。さあ関西軍からのあの声援が戻ってきましたね。そうですね、はいはいと、バックステキャン考えてから位置を入れ替えて逆に橋を背負ってる。先ほどの展開になってしまうのか。さあ収納して、あの金圧しのいでいるぞ。ちょっと上でしのいだりもしているが、さあターンがゆかる、まあ、肉を食べて、さあここから食らってしまうと移動攻撃。いやーすごい。さあ小川くんしのマキャンダスト、あっ決めてくる。マジか、リーチですね。まだ終わってませんよ。そうですね、ドグラ選手、そうですね、まだ終わっておりません。さあ、カウンター周り呼び立てるんですが、はい、そこからなんビャーっと銀パスを、銀パスが多分ゲージが満タンになりますね。と、今のは何が見えた、アボルパス、いや、なんでしょうかね。いやー、裏で崩す。今のかなり厳しいタグですね。さあ3発当てて、分からなすぎる。さあ肉を食べつつ、ここから攻めたい。口投げやらせない、早出しのジャンプ入ったら、なるほど、クタク受け身からワンコンボ。さあターンが来たぞ。おかわとガードが硬い、崩せない。さあこの本体の時だけに攻めてダメージを奪いたいんですが、さばき方がうまいですね。サイチが入れ替える、上から行くのか、ピンポスト空中投げ、ここはどうなるの、崩しに行くジャンプに、そうですね、これ肉ゲージがないので必殺技出せません。肉ゲージを回収できなかった。なんと大将戦強かった、勝利したのは大川、お見事。押すと最後は
いやー、お見事でしたね。熱い戦いでしたね。では、最後はですね、せっかくなので、まあ、試合、この試合もそうなんですけども全体的にちょっとこう一言いただいてもよろしいでしょうか。このはい、まあそうですね、ご自身の試合もそうなんですけれども、はい、この対決についてのちょっと一言いただければと思います。本当に感想を言ったことプラスならどの試合も素晴らしくてちょっと僕涙が出ちゃってるところがあります。役者感の人、いや本当に。でもご自身の試合、そうですね、まあちょっとコンボ研究とか連携とかちゃんと言ったのは嬉しかったです。でやっぱみんな一人一人本当にすごい真剣に打ち込んでくれたからこそこのイベントが成り立ってるんじゃないかというふうに思ってます。本日ありがとうございました。泣かないで小川さん。いやいや全然いい試合ありがとうございました。でははい、関西さん、いや悔しい戦いになりましたけれども、まあでも関西軍は総合的には勝ちましたので、その辺についても一言お願いします。はい、まあそうですね、すごいいい試合ばっかり見させてもらって、まあプレイヤーであることを忘れておーって言いながら、まあ控室の方で全部試合見てたんですけど、まあチームの勝利チームの勝利なんですけどもうそうあれですね、チームの勝利とかどうでもいいぐらい、まあ、個人戦の負けが悔しいんでまあ今日はちょっと小川さん完敗だったんですけど、はい、またどこかで、個人的にリベンジさせていただけたらなというのと、まあ、今日は素晴らしいイベントを呼んでいただいてありがとうございましたっていうのを現地に見に来ていただいた皆さんにもありがとうって言いたいですね。はい、ありがとうございました。すいません。はい、野村選手ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、まあ、スーパーエキシビション関東 VS 関西、勝利したのは関西軍ということで、はい、関西軍勝ちましたよ。関西軍の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。素直に喜べない野村選手ではございますがチームの勝利は間違いございません。そうですよ、おめでとうございます。クレスはどこかで話しましょう、はい、うん、それではですね、選手の皆様そして実況をしてくださった上園さんも、ステージ真ん中の方までではお越しください。はい、そろいましたかね、はい、本日は皆様熱い戦いを本当にありがとうございました。選手の皆様へですね、大きな拍手を皆様いただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そしてですね、戦いはこれまだまだ続くんです。招待選手9名によるオンラインリーグ戦、こういったものが開催されます。で、最終日はこちらニコニコ池袋本社にて最強決定戦行います。で、そちらがですね、6月から7月にかけての、第1、第2、第3金曜日19時より放送を開始を予定しております。はい、まだまだ楽しみな対戦目白押しとなっておりますので、こうご期待ということで、さらにですね、明日の16時から本日の対戦の感想戦お送りいたします。こちらもご視聴よろしくお願いいたします。ではもう終わりが近づいているのですけれども、松崎さん、そして上園さん順番に、はい、はい、よければ今回の感想などいただいてよろしいですか。はい、私こういう大会って初めてなんです。そう、初めてだったんですが、いきなりこう一緒にね、実況席に座らせていただいて、はい、私実はやるよりも見る方が好きで。おお、どうですか、じゃあ見てて。すごかったです。本当しか言いようがないよね。かっこよくなんかいっぱい簡単そうにやってますけど、うん、あれ無理なんだろうなって常人にはね、まあ、コメントでも驚いてるコメントすごい多かったですね。簡単にはああはなれないですよ、はい、経験を積んでここまで。そうですね、いや本当楽しかったです、はい、きっとね、次私がもしここに呼ばれたら、うん、みんなジャム使ってくれるんだろうなって思ってるので、ジャム最強決定戦とか偉いんじゃないですか。ねえさあ脅しが入っていくいや、皆さんジャム練習しておいてくださいありがとうございました、はい、松崎さんありがとうございます。いや本当皆さん素晴らしい戦いでした。では最後に、最後まで熱い実況、はい、はい、もう本当にレベルが高すぎて、
まあ、見てるだけでも面白いし、まあ、さらに実況させてもらえて、まあ、美味しいなとこんないい試合に実況ができて、はい、いいんでしょうかとなるんですが、まあ、さらにですねこの後、まあ、今後6月7月で、まあ、リーグ戦もまた別の組み合わせで見れるのがめちゃくちゃ楽しみなんで、そちらもぜひぜひ頑張りたい、実況も頑張りたいし、はい、選手の皆さんも頑張ってください、うん、皆さん楽しみましょう、ま、以上です。上野さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、お送りしてまいりましたギルディギアエグザートレベレータースーパーエキシビション関東 VS 関西、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみということでバイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。選手の皆さん、そしてご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Shitty ticket, don't miss the bus, it's the last ride out of town. Not the bad deal.